能力主義こそ不正義に勝つ手段。才能とは偏見にも人種差別にも機械の不平等にも打ち勝つという証明だと思わずにいられない。だがそれは間違ってる。能力主義こそ現在の僕らの世界に憎しみと格差の分断を生んだ。エリートは自らの偏見を恥と思っていない。彼らは人種差別や性差別を激しく非難するかもしれないが、低学歴者に対する否定的態度については一切非を認めようとしない。能力主義メリットプラシーは自分が人を差別しているのに気がつかない。 サンデル・ボンをですね、まあ、できるだけ単純に紹介してみます。実力も運のうちのですね、第一章というのはですね、あの大学の入試スキャンダルですね。入試スキャンダルから始まりました。で何かっていうとですね、あのスポーツ講師にお金を渡してですね、不正入試、入学をさせるですね、エージェントが逮捕されたんですよ。どういうことかっていうと、アメリカってですね、スポーツ入学の枠がかなり大きいんですね。 超一流大学であってもですね、一流のアスリートであれば、例えば入学金を免除されたりですね、あの、奨学金が出たり、何よりも難しい入学試験に通らなくても入学できるという制度がある。これはまあ日本でもですね、スポーツ入学っていうですね、なんかこうそういうシステムありますよね。で、えー、それをですね、不正に利用する。不正に利用するというのはどういうことかというと、大金持ちがそのエージェントにお金を渡すとですね、嘘のスポーツの経歴を作ってくれるんですね。例えば、 卓球なんかやったこともない、バドミントンなんかやったこともない女の子がですね、超一流のバドミントン選手だっていうですね、資料を作ってくれるんですよ。でもそんなもん、大学のコーチが見たらわかるじゃないですか。で、そこでそのコーチを買収して、確かにこれは超一流選手だっていうですね、お墨付きを出させるんですね、その大学から。 だからこの場合も買収するのはその大学のスポーツコーチだけでいいんですよ。そのスポーツコーチはスポーツコーチで、そのもらったお金の大部分を、例えば自分たちがやるですね、そのスポーツクラブですね、大学内のスポーツクラブの設備充実とかに充ててたのでですね、 ま同、あ、情の余地があるみたいな言い方になってるんですけどもですね、割とね、派手にやってたみたいで、水泳選手とかですね、あの、バドミントン選手とかね、普段僕らがあんまり顔を知らないようなジャンルのスポーツ選手いるじゃないですか。そういうところにですね、顔のすげかいフォトショップで顔のすげかいまでやってですね、全然なんかもう体つきひょろひょろのアメリカの男の子とか女の子のですね、えー、金持ちの息子で、それはハリウッド女優の娘、娘までやってたので、一大好き スケンダルになったという事件がありました。で、それがですね、紹介されているんですね。さて、なぜこれがけしからんのかと。まあ、まず、その不正入試だからということはあるんですけれども、ところがですね、そのアメリカの大学入試には一流であればあるほど、さまざまな入学試験以外の制度があると。例えば、寄付金の多い子供を入学させるっていうのもあるし、あと、卒業者の子供を優遇する、いわゆるレガシー枠っていうんですけどね。 あのその大学を卒業した人の子供だったら優遇する。これ日本でもですね、学,学習院大学もあったかな。慶応大学ありますよね。そういうレガシー枠というのがあると。これもですね、同じようなもんじゃないかというふうにですね、すごい論争になったんですよ。で、これをですね、サンデル教授は教室でですね、討論させるわけですね。そうすると、大体いいね、半分ぐらいの学生は、いや、そういうのはけしからんと。 そもそもそのレガシー枠もおかしいよと。寄付金もおかしいよ。実力のみで行くべきだっていう過激な実力主義者っていうのがもう3分の1ぐらい。で、残り3分の1ぐらい、残り3分の2のうちのまた半分、3分の1ぐらいが、いやいや、レガシー枠とか入学金っていうのを認めようよと。なんでかっていうと、それだけその多額のお金を入れてくれてるから、逆に言えば低所得者。 とかですね。あと、なんだろう、有色人種ですね。人種的に恵まれない人たちというか、恵まれない経済層にある人種の人たちに、まあ、優遇的に大学が助けてあげることができるんだから、いいことじゃないかっていうのが3分の1ぐらい。で、意外なことにですね、3分の1、最後の3分の1はですね、金持ちは努力して金持ちになったから、 優遇されるのは当たり前だっていう理論が出てくるんですよだ。努力して金持ちになったんだから彼らを尊敬されるべきだと。その特典としてある程度の特別扱いは当たり前だ。こういう議論になるんですね。つまり、不正な、まあそのスポーツ枠の詐欺は、さすがにみんなもこれはダメなんだけども、優遇ぐらいは当たり前だっていう話になるんですね。で、サンデル教授によるとですね、大体これ世界中でいろんな大学で議論させてもゲスト講師していくと、 同じような流れになると。ただし、その中国のですね、大学に行った時にですね、流れがちょっと違って、あの金持ちは特別扱いが当たり前っていうのが半分ぐらいになるわけですね。さすが中国、ここら辺は現実主義なんですよ。半分ぐらいになるんですね。で、2012年にですね、サンデル教授がですね、中国で講義した時にですね、 もっと極端な例を出そうと。これはもう不正入試ぐらいでは中国人もですね、いや、そんなもん当たり前だよって言うけど、もっと極端な例を出そうと思って、あの、サンデル教授が持っていった2 0 1 0年の講義の、あの、なんだろうな、ケーススタディが、えー、これ実際の話なんですよ。iPhone と iPad を買うために、10代の中国人の男の子がですね、自分の腎臓を売ったという事件があったんです。自分の腎臓を売って、売った時点,時点であの、お金で iPhone と iPad を買ったと。 この新聞記事をどう見るのかって言ったんですね。えー、つまり、えー、売ったということはそれを買った人もいるわけですよ。金持ちが将来ある10代の若者から人造を買った。そいつは iPhone 欲しさんに売るわけですよね。で、そ,のそれぐらい俺が払えるよと買ったと。じゃあ、その売った人も、その買った人も、それは正しいことか、許されるべきことなのかっていうふうにサンデル教授はその授業を持ってったわけですそしたらね、 もう大論争になるんですけども、最終的にですね、多くの中国人の学生はですね、リバタリアン的な意見。つまり、まずその少年は別に否定されるべきではないという意見になったんですよ。えー、強制されず自由意志なんだったら人造を売る権利があるっていう流れになったんですね。で、一部の学生が反論するわけですよ。あの、金持ちに金で人造を変える権利を与えるべきじゃないと。その男の子にそれを売る権利はあるかもわかんないけど、次に、 金持ちが貧乏人から人造を買う権利、そんなものを与えてしまっては、それはもう資本主義国家の堕落と同じではないかっていうふうな話になるわけですね。しかしそれに対する反論。裕福な人は自分の力で金持ちになったんだから、長生きする権利がある。っていう議論になったんですよ。つまり、努力したものはそれぐらい報われて当然っていう考え方なんですね。人造を売るという犠牲を払ったその男の子も、それだけの報酬を だからその場合の問題は腎臓1個の値段として iPhone と iPad は安すぎやしねえかという話になってですねこ <laughs> のこれ,これ売ること自体の倫理性道徳性も買うこと自体の道徳性もまあまあ大激論になったんですけど中国のその大学では割と他の国よりも許される雰囲気になったんですねでそういうですね個人がその自分の内臓を売りたい 金持ちが他人の内臓を買いたい。こういうですね、欲求に対して政府や権力は介入すべきではない。邪魔すべきではないというですね。実はその中国が共産主義でありながらですね、世界で一番資本主義を肯定するような <laughs> 結論にですね、大学の論争になっていた。サンデル教授、これが大ショックだったそうですよね。で、ここからまあ議論は混戦してですね、まあ、 大学生たちはなかなか同じ結論に至らないわけですね。ここに一枚の写真があります。1977年の写真です。えー、左に写っているのは現在、ダイエーホークスの監督ですね。えー、王貞治。まあ、さすがに僕はね、スポーツ、あの、見ないと言ってもですね、王長島ぐらいは知ってるわけですね。 えー、大沢田春選手ですね。で、右側がですね、ハンク・アーロンっていうですね、有名なこう黒人選手でアメリカのですね。で、今年の1月、このハンク・アーロンさんが、まあ、死んじゃったんですけどもですね、これ、あの、引退直後の1977年に来日した時にですね、大沢田春と、まあ、対談した時の写真なんですよ。で、この時にですね、大沢実はスランプ中でした。まあ、読売巨人軍にいてですね、もう長島はですね、引退したのかな、あの時にですね。 77年。ちょっと覚えてないんですけど。まあ、あの、3番出したか4番出したなわけですよ。いわゆるチームの手法なわけですね。ところがホームランが全く打てないとか、スランプの最中だったんですよ。 で、王貞治って有名なストイックな努力主義者で有名でですね、とにかく長嶋茂雄は、俺、これ実話かどうか知らないです、ね。巨人の星で <laughs> 語られてたことなんですけども、長嶋茂雄がですね、遠征先のホテルでですね、夜寝ようとしてたら寝られないと。なんでかっていうと、夜中に急に隣の部屋で王貞治がですね、素振りをする音が聞こえると。でやっとやんだと思ったらですね、また1時間ぐらいしたら素振りをする音が聞こえてですね、夜寝られなくて困ると。 それぐらい理想のスイングっていうのを目指して、とにかく何か掴んだと思ったら振るっていうですね、まるで侍が刀を振るような訓練っていうのをずっと大沢田春香していたと。まあ、こういう伝説ができるぐらいストイックな人なんですけども、まあ、その人がスランプになったんですね。で、ハンク・アロンはですね、大沢田春と会った時にですね、いや、それは違うよと。スランプの時は一切練習するなと。もうとにかくバットも握るなと。何もかも忘れると。その方が早いこと。 その、スランプから抜け出せるからっていうふうに言ったんですね。で、この対談でですね、まあまあ、あの、ご飯食べながらの対談で,です、ね、す大沢田春はそれすごい感銘を受けてですね、で、その日の夜、ハンク・アーロンが客席で見ているですね、試合っていうのをやったんですよ。で、巨人対ですね、まあどっかなんでしょうね、あの試合してですね、大沢田春はですね、8試合ぶりにホームランを打ったと。だから、ハンク・アーロンの、もう思い切ってスランプなんだったら打撃のことなんか全部忘れろと言われてから、ずっと打撃のことを忘れて、それで、 アバターボックスに入ったらホームランを打てた。それぐらい、まあ、偉大な選手なわけです。で、この名選手、ハンカーロンはですね、えー、人種隔離時代のアメリカ南部で育ちました。人種隔離時代っていうのは、つまり、バスとかですね、トイレとかそういうふうなところで黒人専用、白人専用というのがあった時代です、ね。一番、こう、アメリカの歴史の中でも暗い時代です。で、えー、雑貨店で並ぶ父親。父親がですね、雑貨店の前にまあ行列ができるわけですね。まあ、みんなが買いたいものが入ったら、 で、行列ができるんですけども、黒人の前に白人が割り込んでいいことになってたんですよ。で、まあ、みんながざーっと行列作ってたら、白人が次々と自分の父親の前に入っていくのを見てたと。それをいつも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 見てたっていうのがハンカーロの子供時代です。で、13歳の時にですね、自分もいつかメジャーリーグで野球でプレイできるんじゃないかっていうふうに希望を持ってですね、で、バットもボールもなかったのでですね、あの、雑貨店で買ってきた瓶のですね、蓋をですね、 あの、そこら辺に置いてる棒で打つと、兄弟に蓋投げさせてそれを棒で打つっていうですね、トレーニングを始めたんですね。で、彼はやがてですね、ベーブ・ルース、アメリカ最大の打撃を、ベーブ・ルースのホームラン記録を破ることになる大選手になるんですよ。で、このハンク・アーロンのですね、自伝作家は、ですね、この彼の自伝を、まあ、こういう言葉で締めくくったんですけども、これあの、この本に書いてるんですけどね、野球はアーロンが人生で初めて知った能力主義の世界だった。 このくだりを読めば、誰もが能力主義を愛さずにはいられない。サンデル教授の言葉です。能力主義こそ不正義に勝つ手段。才能とは偏見にも人種差別にも、機会の不平等にも打ち勝つという証明だと思わずにいられない。正義にかなう社会とは能力主義社会であり、自分の才能と努力の許す限り出世できる、平等な機会が誰にでもある社会だという結論に、その結論に至るまでほんの一歩である。というふうに言っています。しかしサンデル教授は、だがそれは間違っている。 ハンク・アーロンの物語が示す道徳は、能力主義を愛するべきだというものではない。ホームランを打つことでしか乗り越えられない人種差別制度を憎むべきである。確かに機械の平等は不正義を正すために必要な手段であるが、とはいえ、それはあくまでも救済のための原則であり、良き社会にふさわしい理想ではない。能力主義など必要のない差別そのものがもともとない世界こそ目指すべきである。というふうに書いているわけです。 つまり、ハンク・アーロンのエピソードを美談にしてはいけないと。この美談で感動して、で、あ、これでいいんだっていうふうに思うのは間違いであるっていうふうに言うんですね。確かにそれは人種主義がある世界でそれを乗り越える手段としては美しいんだけども、それ以前に人種差別そのものがない方がいいに決まっていると。でも能力主義で努力でそれを乗り越えた人の話をあまりに称えると、差別している社会、人種主義を 人種差別を許している社会を温存させることになる。っていうのがですね、サンデル教授の主張です。つまり、能力主義は差別を解決しない。差別社会を黙認してしまう。例外的に頑張った人がそれを乗り越えたのを見てスカッとするためにしか役立たない。例えば日本は男女差別があるとい言われてるんですけど、その中でたまたまものすごく頑張って女性がそれを乗り越えた。その例を過剰に 美談にすることによって日本で,の,です、ね、その男女差別というのは温存されるこういうようなことですね。 能力主義という考えはですね。メリトクラシーって言うんですけど、このメリトクラシーという考えはね、僕もこの本読むまで知らなかったんですよ。ただ、20世紀の半ばですね、階級闘争が激しかった時代のイギリスで生まれたそうです。で、20世紀頭にですね、イギリスで労働党というですね、あの党が結成されました。政党が結成されました。えー、労働党のスローガンはですね、階級社会の弊害を訴えるとともに、労働者の息子でも成功できる社会を作る。 つまり、当時のイギリスは労働者の息子は成功できなかったわけですよね、えー。労働党はですね、どんどん勢力を伸ばして保守党と共にイギリスの議会のですね、二大政党になりました。あのー、3年前ですね、2018年のアカデミー賞のですね、主演男優部門はですね、ゲイリー・オールドマンを撮ったんですけども、作品名はウィストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男っていう映画で見た人多いと思います。 あの、冒頭でですね、イギリス議会のシーンから始まるんですね。でもうあの、階段状になってる議会があってですね、それで両側で男たちがうわーっと論争してるシーンから始まるんですけど、その論争してるので、チャーチルがいる側がですね、保守党。 で、攻撃してる側が労働党なんです。あれが労働党ですね。それ、あの、保守党と労働党っていうのがあったんですけども、その労働党のですね、えー、ブレーンである、つまり、えー、知恵袋であるですね、マイケル・ヤングという人はですね、1958年に、えー、メリトクラシーの夜明けっていうですね、SF 小説を発表しました。なんで SF 小説なのかっていうと、まあ、イギリス人のこれね、趣味みたいなもんだと思うんですけども、あの、 論文を書くというのと他に面白いお話仕立てにして自分の考えを述べるというですね。あの、HG ウェルズのですね、宇宙戦争とかですね、割とそういうニュアンスあるんですよ。タイムマシンっていうのはですね、貴族で頭のいい人が、生まれが育ちが良くて頭のいい人が思考実験をするんだけど、それを小説の形でポイっと発表してみようかっていうですね、まあそういうお遊びみたいなことをよくやるんですけど、それの一つだと思います。メリトクラシーの夜明け、能力主義の夜明けっていうですね、SF 小説を書きました。 で、その中で書かれているのはですね、2033年の未来ですね。もう今からはまだ12年ぐらいのですね、あの、1958年からしたらですね、80年ぐらい先のですね、もう本当に未来の話です。え、イギリスはですね、その当時イギリスは民主主義、デモクラシーになるんですね、メリトクラシー、能力主義っていうですね、という暗黒時代に突入していたと。貴族が支配する階級社会から抜け出したのはいいんだけども、その先はですね、才能と努力だけが全てが決まってしまう。 暗黒、地獄だったっていうふうにですね、あの、マイケル・ヤングは書いてるわけですね。それがなんで地獄なのかと。さっきのハンク・アーローの話を聞いてると、え、なんでって思うじゃないですか、えー。確かに生まれついての身分という溝は埋まった。しかし、能力に従って仕事を配分され,されても、不平等自体はなくならない。能力に見合うように不平等が再配置されてしまう。ですね。かつての既存社会というのは、 悪いように見えたんだけど、仮想社会にも自分の家の掃除譜やパブで見かける、みすぼらしい労働者の老人にも、自分と同じぐらい賢い人がいるかもしれない。という知恵があった。しかし、メリトクラシー社会では、その上流階級の人々はそのように弱気には決してならない。自己不信や自己批判をする必要もない。なんでかというと、自分が得たものは全て自分の才能や努力の結果だから。 成功した人はそれを自分のおかげだと考え、成功できなかった人は全て自分のせいとみなしてしまう。さらには成功した人は成功できなかった人を努力や能力が足りないと見下す。能力社会では努力すれば報われた誰にでも出世のチャンスがあるように思える。しかし、 これまで人類社会では恵まれなかった人には常に言い訳が用意されている。言い訳がいつもいつもこの長い人類社会では絶対あったわけですね。うまくいかなかった人には。それはなんか、例えば世の中不平等だからとか、貴族性だからとかですね、俺はあんな家に生まれなかったからっていう、そういうチャンスが与えられなかったという、だから自分は貧しいんだって言い訳が用意されていた。しかし、メリトクラッシーによって人類の歴史を初めてチャンスがもらえなかったんではなく、自分ができなかったから、 貧しいんだ。ダメだったんだ。という考えるしか、それ以外にも方向、逃げ道がなくなっちゃったんですね。で、こういうですね、欲求不満はどん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 拡大して、ついに2034年、この小説の中ですよ、教育水準の低い者たちが知的エリートに対して反乱を起こすというところでですね、メリトクラシーの夜明けという小説は終わります。で、この SF 小説ね、当時のそのイギリス社会にね、割とね、衝撃を与えたそうなんですよ。 あの、今戦っている。なんでかというと、労働党のブレインが書いたんですよ。で、労働党は、あの、貴族制度とかですね、あと労働者の権利のために戦っていて、公平な社会を目指してるはずなんですけれども、そもそもそれは、能力主義っていうのはこんな地獄を生み出すのかっていうですね、大反論というかですね、いわゆるある種のなんか皮肉みたいになってるわけですね。 しかし、この衝撃の予言書というのは、イギリスの中でも、まあ、割と早いうちに忘れられてですね、日本でも翻訳出版されたんですけども、まあ、すぐに絶版になってしまった。やっぱりね、ちょっとね、耳に痛すぎるというか、辛すぎるんですね。でしかしですね、このサンデル教授はですね、この本こそ2016年のブレクジット、つまりイギリスの英雄離脱、あとはトランプ大統領の当選、 を予言したものだというふうにですね、指摘しています。ハンコアーロンを自由にした能力主義こそ、現在の僕らの世界に憎しみと格差の分断を生んだというふうに批判しているわけですね。すみませんね、今日の話こんなんで。で、アメリカのね、民主党っていうのは、つまりサンデル、 教授も民主党なんですよ。で、で、オバマ大統領も民主党です。大体あの、日本人でアメリカ好きだっていう人は民主党 B きの人が多いんですね。つまり弱者の味方、あの、権利の拡大というのを目指す政党だからですね。しかし民主党のですね、大統領であるですね、クリントンとかですね、あとオバマが能力主義を強く主張した結果、弱い立場の人々を置き去りにし、エリート主義の政党になってしまった。現在の民主党はだからエリート主義の政党だと。だから負けたんだっていうのが、 だからトランプ政権を誕生させたんだというふうにですね、サンダル教授は言ってます。えー、サンダル教授の分析。人種差別や性差別が嫌われている。そういう時代にあって、能力イコール学力偏重主義は容認されている。許されている。最後の偏見なのだ。見えない偏見なのだというふうに言ってるんですね。エリートは自らの偏見を恥じと思っていない。彼らは人種差別や性差別を激しく非難する。非難するかもしれない。LGBT などは激しく非難するかもしれないが、 低学歴者に対する否定的態度については一切非を認めようとしない。これを証明したのがトランプの当選だと。所得が同じぐらいの有権者は教育レベルの高いものほどクリントンに投票し、低いものほどトランプに投票した。その結果どうなったか。エリートたちは学歴の低い馬鹿たちは簡単にトランプに騙された。だからみんなもっと俺たちのように賢くなってクリントンやバイデンに投票すべきだと叫び出して、アメリカの分断はますます深刻になった。 で、そもそも民主党員であったサンデルはですね、庶民とエリートはなんで憎み合うようになったのかと考えた。あんまりね、それまでアメリカではこの分断なかったんですね。で、それがです結論がわかりやすく言うと、知的なエリートたちが同じ国民であるアメリカの庶民大衆を見下したから、その見下していることを隠そうともせず、で、おまけに自分たちは見下しているという自覚が一切なかったから、というふうに分析しています。 えー、しかしですね、エリートたちをどんなに問い詰めてもですね、彼らは庶民を見下しているのを認めようとしない。なんでかというと、メリットクラシー、能力主義は正しい思想だというふうに思っているからですね、えー。能力主義、メリットクラシーは自分が人を差別しているのに気がつかない。マリオのゲームオーバーみたいなもので、ああ、終わっちゃったーっていう感じに近いと思うんですよね。